テニスの全米オープンアメリカ・ニューヨークハードグランドスラムは日本時間27日現地26日男子シングルス1回戦が行われ世界ランク53位の西岡義人と同54位のエム・キツマノビッチセルビアが対戦西岡から見て6の72から76の27-55の7 0の1の場面で西岡がプレー不可能となり途中棄権となった錦織 KVS ビンセントル・ジェリー1ポイント速報28歳の西岡が同大会に出場するのは7年連続10度目最高成績は2015年と2019年の2回戦進出となっている24歳のキツマノビッチとの顔合わせとなった1回戦の第1セット2度のブレークを奪い合いタイブレークに突入すると 6ポイントを連取されるなど苦戦した西岡は追いかける展開となる。それでも第2セットではファーストサービスが入ったときにわずか1ポイントしか落とさないプレーを見せると、一度もブレークポイントを与えることなくセットカウント1対1に追いつく。接戦となった第3セット、2度のブレークを取り合い終盤に入るも、第11ゲームでブレイクに成功した西岡が突き放しセットカウント2ワンと勝利に大手をかけた。 第4セット、勢いに乗る西岡は第1ゲームでいきなりブレイク。第6ゲームでブレイクバックされるも、直後の第7ゲームでこのセット2度目のブレイクを奪う。しかし西岡はその後サービングフォーザマッチとなった第10ゲームでブレイクバックされると、そこから連習されセットカウント2-2に追いつかれた。ファイナルセット 第2ゲーム途中から左足の腿裏付近を伸ばす仕草を繰り返すなど疲労が溜まっている様子を見せる西岡その後は左手や股関節付近も痙攣しているような症状を見せるとコート脇に倒れ込んでしまうしばらく倒れ込んでいた西岡に対し全米オープンのメディカルチームや日本代表ナショナルチームのメディカルもコートに入り治療を行うその後プレー続行不可能となり ファイナルセット第2ゲーム途中で危険となった。試合時間は3時間31分。勝利したキツマノビッチは2回戦で第18シードのエル・ムセッティ、イタリアと対戦する。ムセッティは1回戦で世界ランク3 2二十。